はようございます、こんにちは、こんばんは、赤いで産地もそう、最近朝ごはんもそうだし、おやつとしてね、パンを食べる、食パンを焼いて食べるっていうことがあんまりなくなりましたけど、まあ買わないっていう部分はあるんだけど、トーストをしてね、まあ上に乗っけるものは何が美味しいかっていうので、まあいろんな人がいますよね。バターだったりマーガリンだったり、あとジャムだったりとか、まあ、トーストしないでね、まあジャムをつけて食べるっていう人もいるし、あとピーナッツバターだったりとかね、あるし、あとまあサンドイッチのように具を乗せて食べるっていうこともあるし、美味しいっすよね、サンドイッチとかでも。まあいろんなものがありますけど、私は何だろう、やっぱバターとかそういうのかな、ちょっと塩気があるやつを食べる、乗せて食べるっていうのが結構美味しいし好きですね。最近食べてないけど、まあね、いろいろとありますね、焼いて食べるのも。どうなんだろうね、なんか話がネタが終わっちゃったんだけど。まあ最近ね、話がちょっと変わっちゃうんだけど、まあスマホとかで撮影してて、ちょっといろんなものをね、撮影機材とかっていうものをちょっと見直そうかなっていうのはあって、まあそうは言っても、ね、2、3万円するもの、マイクとかそういうミキサーとかを買ってやるかっていうとね、本格的にやるかっていうと、まあそれもまたなんか違うなとか思ったりとかしてて、結局そのヨドバシカメラとかそういうのをね、オンラインショップを見てどうしたらいいんだろうとか、マイクはどうしたらいいんだろうとか、カメラはどうしたらいいんだろうとかっていうふうに迷っております。まあ、結局はスマホでずっとやっていくしかないのかなとは思ってるんだけどね。まあかといって顔出ししてやるかっていうと、それもなんかちょっと違うなと思うし、そのまあスマホじゃなくてね、顔出ししないでそのアプリとか編集ソフトとかね、そういうのでそのアバターみたいなのでね、やれればいいんだけど、どれを使っていいのかわかんないし、まあそれなりのお金をね、お金をが必要だったりとかするから、で結局どれがいいんだろうって思っちゃうんでね。皆さんどういうのやってんだろうね。顔出ししないで別にいいならいいんだけど、顔出しした方がいいのかね、やっぱね、と思います。皆さんどうでしょうかね、もしよろしければご意見いただけたらと思います。はい、以上です。それでは皆さん、さようなら。